パートナーシップを本当にうまくいくためにはお互いがチューンアップしなきゃいけないんです。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、皆さんからよくこういうご質問いただきます。ずっと仲良しのカップルでいたいんですけど、なんか秘訣ありますかっていう質問なんですけれども、まずね、皆さんに言いたいことがあるんですね。仲良しカップルっていうのは、まあまあ恋愛初期はみんなそうなんですけれども、例えば結婚して5年10年15年ずっと仲良しカップル、みんな努力してます。皆さんはですね、何もせずに手を汚さずにね、真実のパートナーとかいうやつだったら、何もせずにずっと仲良くはなりません。じゃあどんな努力してますかっていう話を皆さんにお届けしたいんですけれども、その前にですね、いや、なんか平さん言ってたけど、あなたたちカップル夫婦すんごい仲良しなんですけど、日々努力してるんですかなんてインタビューすると、え、うち別に何もしてないわよっていう人いっぱいいます。で、こういうカップルはですね、実はお互いが思いやることがもう当たり前、愛し合うことが当たり前、まあ私たちがよく言う愛のリーダーシップっていうよりも、ちょっと自分のことを横に置いといてパートナーのためにするのが当たり前になっちゃってるっていうカップルなんで、まあまあ大好きな人に大好きなことをしてるから努力してるつもりはないよっていうことなんですけど、でもちゃんとやってます。でね、うまくいかない皆さんのためにですね、今日はうまくいかないパターンとうまくいくパターンを別々に紹介します。まずですね、うまくいかないパターンっていうのはですね、間違いなくあれしてくれない、これしてくれない、私の思い通りにならないってしてくれないことを探しをしてます。もう全然分かってくれない、何度も言わさないでよね、前にも言ったでしょみたいな形でブンブンくれます。でね、このしてくれない探しを皆さんがしてる時っていうのは、もう彼私にも全然愛してくれないんだから、だったら私も愛さなくて当然よね。つまり彼が、まあ、彼女でもいいですけど、してくれないって文句を言ってばかりの人は、実はあなたもパートナーを愛していない、だから愛さなくていいよねってもらってばかりっていうタイプの方が文句が多くなるわけです。そしてですね、まあ男性に期待する、そして失望する、そして疑う、どうせ男なんか、そして彼が近づいてきたりしても、どうせまた初めだけじゃないのとか、どうでしょうこの悪い態度、不機嫌な態度、騙されませんよみたいな態度で、なんだこいつって思わせて、ほらやっぱり来ないじゃないっていう、なんか悪のスパイラルになっちゃってること。うまくいくパートナーっていうのはですね、もうしてくれないことを探しなんてしません。逆なんですよ。だって彼ってあんなこともこんなこともしてくれるし、すんごく優しいしって考えられるわけだから、そんな彼に私もいっぱい彼を愛さなくちゃねっていうモードになります。そうするとですね、2人の関係っていうのはより良くなりますよね。でもですね、このことは分かっておいてほしいんですね。完成品があなたの元に送られてくるっていうことはないんで、パートナーシップを本当にうまくいくためにはお互いがチューンアップしなきゃいけないんです。日本人は特にこれを覚えておいてくださいね。言わないと絶対分かり合えません。
うまくいかないカップルっていうのはもう言わずに別れよ。もうまあ全部かまあこの態度から別れよみたいな形で言わないんですよ。まあ基本的にですね、言ってくんなきゃわかんねえよ、なんでわかんないの、愛してくれたらわかるじゃないのっていうのがうまくいかない日本人カップルの典型的なんですけれども、うまくいくカップルっていうのは必ずこうしてくれると嬉しいな、愛してくれると嬉しいなって怒らずにコミュニケーションができるっていうことをやります。でも我慢して辛抱して期待して分かってもらうタイプはいい加減にしろよってやっちゃいますよね。あのゴリラがうんこ投げるみたいに爆発してしまいます。でもあなたにとってこうしてもらうことが私の喜びで、こうしてくれたら嬉しいよって伝えるにはちょっと恥ずかしいかもしれないけど、そうしてもらうことによって私はもっとあなたのことを愛し上げれたし、もっとあなたを愛おしく思うのよっていうことで、それは双方に関してはとても大事です。だってどう彼を愛してあげたらいいのかわからないというよりも、こうしてくれたら嬉しいって言ってくれる方がわかりやすいと思いませんか。で皆さんがですね、すごくうまくいかないカップルが我慢して我慢して不機嫌になる、この対局でうまくいくカップルっていうのはですね、いつも上機嫌、そしてあなたのダーリンが、まあ、何があるわけじゃないんだけれども、早くお家に帰ろうって思える居心地の良いお家がそこにあるんですよね。それは間違いなくあなたがおかえりっていう機嫌良い状態であるっていうことがとても大事です。さらにですね、うまくいかないカップルっていうのはもうすぐ怒って責めて文句言います。でもね、うまくいくカップルっていうのはあなたのパートナーの失敗とか下手打ち、それは怒ることではなくて、あなたを売り込むチャンスなんです。売り込むチャンスって何？例えばですね、あなたのパートナーが大事な記念日を忘れていたとしますよね。うまくいかないパートナー、どういうことよっていうことで怒りますけれども、うまくいくパートナーっていうのはですね、忘れたことで彼がすっごい自分を責めているっていうことがわかるんで、もういいわよそんなに責めなくったってね、え記念日を忘れたからってあなたが私のことを愛してないっていうふうに思うわけないから大丈夫よって、優しいよなお前は、こういうふうにして売り込むチャンスなんですよ。でさらに皆さんにとってですね、まあこれはとても大事ですかね、コミュニケーションで日本人が一番うまくいかないのは、実は夜の営み反省会と私が呼んでいる夜のルーティーンのことでございます。でそんなこと恥ずかしいから言わなくてもいいじゃない、でも期待はすぐするし、もうなんかもう下手とかありますよね。であれもですね、なんかどこがいいのか悪いのかどうすればいいのかがよくわかんないけど、なんか彼女がいまいちみたいな感じでもういいか、レッスへ一直線になってしまいます。こういう風にしてもらうと嬉しいな、ああしてもらうと嬉しいな、身も心も全部知ってもらって全部愛してもらうということをお互いに隠し事がなくできるっていう関係、そういうようなことっていうのは、本当に私があなたをいっぱい愛してあげたいように、彼からも愛されやすい私でいる。だって彼はきっと私を愛してあげたいと思ってるはず。そういう思いからこういうコミュニケーションができると2人がとってもうまくいくことになりますよ。今日のお話お役に立ったら、またグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまたね、こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時から
ニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの菊丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう。彼はなんでああなんだろう。そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。